あれ何言ってんだかまず俺倒してからシュウペイ行け。そうですね。チャ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 チなんで日常で人で火を消すことあります？シュウペイさん、なんでいいですか？すっごい淡々と始める。怖い怖い怖い。コーヒーありますよね。なんで当たり前のように進んでんのこの世界怖くない？シュウペイさんめっちゃ呼ばれてる。シュウペイさんずっと呼ばれてるよ。俺こっちで話してるから。これ結構危険なチャレンジになりますので火に直接触れると当然火傷します。ごめん、俺めっちゃヘラヘラしてるわ今。え、なんで？いやなんかね、企画がなんかそんな恐ろしい感じもしないで。俺ヘラヘラして大丈夫？俺これはヘラヘラしないでください。真剣やってください。あら、いいですか？ちょっと目の色変わったわ。初代チャンピオンだから。まあ俺しかいないですけど自分で言った認めた、はい、いいですか、シュウペイさん。直接手が触れたらもちろん火傷するんで、こっちは危険です、うん、なので火のギリギリ上を通過していくんですけども、うん、風で消すんではありません。もうここに手を入れますね、うん、素早く手を引くと、うん、ここに何ができると思いますか？何ができると思いますか？はい、ここに手を置くでしょ、うん、スッと手を引くと、ここに何ができるか。手の匂いとか。手の匂いが残るとか。ちゃんとやってボケちゃいけないですか？ボケちゃいけないいいですか、シュウペイさん。素早く手を引くと、ここに、うん、真空ができます。なんか言ってる。いいですか？なんか言ってます。火は空気がないと、実際、厳密に言うと酸素がないと燃えません。はいはいはい。ね、この地球の大気の中で、うん、ここに真空を作ってしまえば、真空？火は燃えることができるんです。よって消えます、うん。だから火に直接触れることなく、手刀を素早く引くことによって、ここに一瞬できる真空で火を消していきましょうということです。何言ってんだか。お前が何言ってんだよ。何言ってんだか。はい、なんかこれ風じゃないの？これ風じゃない。本当に早く引くと真空ができるんで、ここ。真空、うん、風じゃダメ。風、火は風を吹くと逆に消えてしまいます。あ、間違えた燃えてしまいますさあ、そして今回そのろうそくを、ただ1本消すだけでは、ちょっとなんていうかな、凄みがより出ないと思うんで、はい、こちらのコース用意しました。ドン、あれおーっとっとっと、さあ、瞬間さあれーしてね、瞬間移動したの初めてなんで移動しました、はい、これが今回のコースになっております。おお、ですね、はい、ここで、はい、自己紹介やってください。お、正味寺太夫だ。うわ、日本一はずい自己紹介ね、はい、でもここはタイムにはカウントされません、うん、いきなりやっちゃうと危ないんで。なるほど。しっかり自分を高めて、うん、自分を作ってからレースに入ってくる。軽手刀、はい、で、これ一つ目の手刀、こちらは普通のノーマル手刀ですね、うん、2個目の人はノーマル。ここからトントントンとリズムよく、1、2、3、4、5、6、7と7連続手刀でまず第一の関門を行ってもらいます。で、その後ここ2つ距離近いところありますから、これはダブル手刀で、そしてここ3つ並んでます。こちらフラット3と呼んでます。トルシエジャパンの。そうです、3バックリフェンス。だからここは奥行きありますから、もういかに長く真空を作れるか。結構いかない、はい、だから結構奥目にとってちょんちょんじゃダメだよね。うわ、そう大きく早くですね。そして最後、うん、この1本は、うん、口笛でいいんだ。ここは最後口笛で。あ、これは松陰寺流的な、はい、これを最後真空関係ねえじゃん。最後やっぱ締めは口笛。真空も手刀も関係ねえじゃん。ここは口笛でいいの。ここは口笛で、はい。なんで、どうもありがとうから最後の口笛、ここまでのタイムを測って、勝負。じゃあスピード対決か。そういうことでございます、はい、結構持久力ありそうだな。持久力もあるし、使うね、まだ怪我しないようにっていうのと。そうだね、はい、まあ、そこが一番だよね、はい、というわけで、まずはじゃあ、はい、シュウペイさんから言ってもらいましょうか。俺、はい、そっか、よし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 。いいですか、シュウペイさん、ちょっと、うん、俺も見せてやるぜ。いいね、うん、あ、ごめん、今さっきご飯食べたことですよね、今。
出さないじゃん、それでも真空状態にご飯出すことによってご飯もなくなるから。何言ってんだか。皆さんのチャレンジです、スタート。お待たせしました、俺の名はシュウペイだ。真空だったね、うん、すごっすごっ。え、一本ねちょっとアクシデントあったけど、うん、それ以外ほぼ完璧じゃないかな。いったいった、すげえ。最後口笛全然鳴ってなかった。これ減点だね。え、これやっぱ10秒減点。そう、シュベさん、あの誕生日の10秒減点でかくない。ちょっと待って、一旦でも消したことにはさ、いやこれすごいんだけど、この口笛で消すって言ったけど、シュベさん完全に誕生日の消し方してたから、これ減点ですね、これ。じゃあ音が出なかったふってやつだよね、最後。なんでこれちょっとさすがに、音も鳴ってなかったんで、これ10秒減点です。厳しくね。5秒でいい、5秒。5秒、はい。いやでもこれすごいタイムだと思う。オッケーオッケー、お見事でございます。疲れた。続きまして、私いきましょう。はい、松陰寺さんの挑戦。さあ続いて後攻、松陰寺俳優のチャレンジです。どうぞ。ロリレース、お待たせしました、俺の名は松陰寺俳優だ。どうもありがとう、スタート。よっしゃ、俺の勝ち。ちょっと待ってくれ、めっちゃ疲れました。ちょっと待ってくれ、こんなはずじゃねえな。こんなバカな。俺も半分以上早く終わってるよね。俺負けんな、これ。よっしゃ、もう名乗んないでください。もう今のところ俺がチャンピオンだもんね。ちょっとすいません。よっしゃ、ちょっとこれはマジで自分としては本当に、申し訳ないというか。いやマジだもんね、マジでガチでやりました。てか俺がもうチャンピオンだよ今。そうですね、今から首藤といえば松陰寺と思ってる方は、その上でのシュウペイです、はい、俺に軽々しく首藤チャレンジ申し込んでこないでください。シュウペイがいるんで。俺がいるんで、はい。まず俺倒してからシュウペイ系。そうですね、まあ俺チャンピオンなんで、はい、いつでも待ってます。
マジこいつ半端ないから、うん、ちなみに正直ラスト1回チャレンジしてみます。え確かに何がもう1回チャレンジして勝てる可能性あるならもう1回チャレンジしたい。まあまあ言っても今俺マジ本気出してねえからさ。やっぱそうだよね、うん、やっぱ本気出してなかった全然だって全然、まあ、今のウォーミングアップっていうかまあこの流れやったら俺できひんのが面白いかなみたいなそういうとこあったよ正直。いやそういうのいらないからね。ちょっともう一回やろう。うん、もう全然しゃ全然ええで。うん、いつでもやってやるんで。うん、まあまあ次は本気出すわ。うん、全然ええで。うん、うん、いつでもええで。うん、全然力あり余ってるし。はい、えいえ、舐められたもんだぜ。おい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 。じゃあ松陰寺太夫セカンドチャレンジお願いします。ロンリネスフォルマ松陰寺太夫だ。どうもありがとう。スタート。しゃあ、はい、20秒です。ちょっと雑じゃない。完全火入れて倒しまくってるし。ちょっと待って今いつか正直言って、うん、俺今直接火に何度も触れました。当たりすぎでしょ確実に。絶対腕で消してたもん。というわけで今勝負シュッペさんの勝ちよ。あっちあっちなお前本気出したあっちじゃないかよ。誰がクリスマンだ。ちょっとふざけんじゃないわよ。ふざけんじゃないわよ。てめがね。コメントはアレルゴです。おー。